付け引き定石は、囲碁における基本的な定石の一つ。項目に対する一見高係から発生する下記の形を指す。他にも付け引きを含む定石は数多くあるが、単に、付け引き定石といった場合は、下記の形を指す。項目の一見高係に対し、黒が下に1と付け、白2の押さえに対して、黒3と引いてできる形。引きが打たれた後、 白からは A の片継ぎ、または B の掛け継ぎが普通。中央を重視する場合、C の大ゲーマーあるいは D の桂馬マなどが打たれることがある。また白は何も打たず、このまま手を抜くこともある。黒は隅に10目程度の地を確保して安定し、白は下辺に展開して、部分的に互角とみなされる。白が一に固くついた場合、次に白から A とつける手を防いで、 黒2あたりに、飛んでおくのが普通で、B にこすむ手もある。白は3と、上辺へ2リッター3席に開いて一段落となる。あとに、黒 C の爪から D の打ち込みなどが、狙いとなる。白3と高く開く手もある。A や B などに、味方の石がいる時などは、バランスの観点からこちらへ開くことが多い。黒は C に詰めてから D への置き、E と詰めれば、 F の打ち込み、あるいは単独で G への侵入などが後の狙いとなる。白が1にかけ継いだ場合も黒はやはり A の付けを嫌って2などに備えておく。白は3と片継ぎの場合よりも1の広く開けるのが利点。ただし黒から B に詰められると C の打ち込みが厳しいので白 E と飛んで備えておくのも立派な一手。左辺への発展を重視するなら 1> 白1の駆け継ぎに対して黒2の覗きを利かせ黒4へのコスミあるいは A への桂馬マといった手もあるただし後に黒 B の打ち込みを失うため近年はあまり打たれない白1と大ゲーマして中央制覇を狙う手もある黒 A の切りなら白 B から不合順に打って外勢を固める黒は2などに打って後に白の薄みを狙うことが多い 黒が手を抜けば、白から2あたりに打って封鎖する展開が考えられる。白は、付け引きの形のまま手を抜き、黒1の切りを許すこともある。後に白から A と引き出す手なども残る。このためさらに黒から A の点に抱えておくのも立派な、一手。付け引き定石では、白が、下辺に展開する形となる。しかし、下辺の価値が低く、 石を向けたくない局面などでは、黒1のお付けに対して A と押えるのではなく白2から4と運び、なだれ定石に持っていく手もある。これにより、下辺でなく、左辺に石を向けられる。黒もこれを嫌えば、黒1で B と植え付けするなどの手も考えられる。ありがとうございます。